皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。アクセスです。今日はね、ランクマッチも終わったということで、さあコスト戦に入り浸ろうかなと思います。皆様ランクマッチの方お疲れ様でした。やっと降りれるよ、今日行きたいからさあて、どうしようかな。10人か、よし、エゴ行こう。さえもわからない道具と信じて、うわいい。さすがコストはやっぱりあっという間にオーバーヒートしちまうな。グフ、こいつはきついぜ。やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。さえあー、天神は落ちるよね。たどり着く場所さえもわからない、届くと信じて、今思いを走らせるよ。過ちも切なさも越えるとき、かんとかひぃ、うわぁ、さあ行こう。中継を踏みたい、中継を踏みたいですね。いいね、らしいな。さあいいなぎ、たどり着くんだしょ、さえもわからない。よし、いいですね。さあ、どうですか。全中継しよう、1900成功。よし、行こう。そう。ほい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 。ダウンし。おー、正体やろさあ、行くぜ。まだまだ勝負はここからよ。まあ結構差がついたんで、このまま勝ちに行きたい。さあストライクはどこだ、塊戦かな。よし、 B 拠点を取りに、あ、 B 中継を取りに行こうかな。ね、中継不良ね。ポスト戦では致命的になるからね。よし、行くぞー。おいおい、こっちに来た。行かないでね。おっと、落としやがった。まあ、いや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 、おー、なんということでしょう。しかもやっぱ第3パフの威力はやばいな。味方の援護に行きたい。まあ、今は拠点破壊に向いてるのかな。やばい、こいつはやばい。やめて、来ないでくれ、痛い、やめて、うわー、勘弁してくれよ。さあ、どうしようかな。さてさてさて、 D に出る、 D に出て、もうパフは、あ、バフかな、パフか知らねえけど、消えたかな。アリサはついたんで、あとは僕がしてる3番さんのエリアかな。ほい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 、あ、頼んだ。よし、ゲット取りましょう。ほい、マシンガンのやっぱミ
3位優勝っすよね。いや強くなりました。さあここは任せていいだろう。いやなんか拠点がめちゃくちゃ削れてるような気がついた。おっと全中継を取るか。よし4番さんの地区こっちかな。援護に行くぞ。よし取ろう。ほいほい。よし何もいたりし次はこっちだ。ほい当たらないか。おーれおれおっとやられた。ほいまあ当たらいいよね。ほいやばい。よし全中継席にする。うわーほい、だー、やめてー、ほい、いただき、よし、ここでオーバーヒートを切る前に時間稼ぎだ。味方もいるし、クロスデンジに持ち込む。よし、いいぞ。まあ、もう拠点攻める必要もないけどね。まあ、でも敵を引きつけてくれてるんで、ありがたい。ほい。おーし、ありがとう、味方さん、大将だぜ。ありがとう。お疲れ様でした。早すぎる時のまた敵にさらされて、やったぞー。Thank you, thank you. いやランクマ終了後、記念すべきコスト戦第1回は大勝という形で無事優秀の美を重ねて終わりました。4文字しちゃったが、うえさあダメじゃん。まあ相変わらずの全然満振りですけど、いやーもっと使い回してな、使いこなしたいわ。いや強かったなストレートの人。やりますな。またアストレイも使ってみようかな。さて、まあアトラスガンダムのキャンペーンが始まりましたね。しかし、まさかね、訓練機出たばっかりなのに、全くという感じで、他にも設計図もないですしね。まあ、今日はこんなところですね。それでは本日もご視聴の方ありがとうございました。失礼いたします。